盛り上がってる企画ありまして。何？あの Google マップで結構どんどん近づいていくと、うん、ほとんどこう街の映像になるのはご存知ですか、はいはいはい、道の映像、まあ、わかるよ。あれを使って地元とか小学校時代に遊んでた場所とか行くと、うん、いろんな思い出話がバンバン出てきて、うん、新鮮な気持ちになって楽しいっていうのが発見できたので、うん、小学校時代行った駄菓子屋とか行くと、そうです、はい、なるほどね。もうないだろ駄菓子屋なんかだって。あでも俺本当あるかな駄菓子屋。ちょっと行ってみましょう。熊本の多分南高江町で出ない。大丈夫ですか？これだってます、ね。おうおう。じゃこれで近づけば、ここある程度行けば、あのまたもうちょっとこっちとかなると思うので。あのさ、2歳の子供を探そうよこれで。なるほど。下には降りないですからね。上に上がって、なんで Google マップ乗ってんすかちょうど。この辺でもうちょっと近づいてはいけますんで、駅とかの方がいいですかね。いや駅遠いね。あ、ほう来た来た。宝剣寺がある。来た来た。ってことはちょっとこの辺に行ってみて。高円寺、高円寺、まあ皆さん行くさとここね。ちょっとこの辺を道を降りてみる。まあ、じゃあこっちの多分青のところに降りれるんだ。なるほど。じゃあこっちの道でいいですか。この辺で、うん、一回降りてみて。それどこの道だ。あこれで。ああ、ちょっとありました。高円寺、これ入り口だ。だからね、わあ来た。ちょっとこっち行けるこっち。逆ですか。こっち。手前、うん。手前で、そう。あこれですか。でこっち行ってみて。お行けそうだ行けそうだ。やじ、お来た。お。あれ。あ、そうそうそう、こっち行ってこっち行ってよ。こっちまっすぐまっすぐ。あ、来た来た、行ける行ける。まっすぐ進んでいいですか。こんなとこ写真撮ってんだ。行けるんだよ。あ、そうそうそう、まあ、もっとまっすぐ行く行く。ずっと行って、ずっとクソ田舎だな、ずっと車で通ったな。まっすぐまっすぐ。これ車で通った。これがね、だからね今多分ここのもう一個、こっちが俺が子供の頃に住んでた家なの。行きましょう行きましょう。もう一個、いやでもその駄菓子屋は多分こっちなんだよ。奥のどっち行きます。まっすぐ行きます。こっちこっち。あ、そうそうそう、ここ行ってみ。これまっすぐでいいですか。駄菓子屋。そう、駄菓子屋。あ、やっぱ、あ、ちょっともうちょっと行こう。すごいね。あ、やっぱないわ、あるね。あ、ないですか。ここが駄菓子屋だったのよ。ね、ここが駄菓子屋だったで、これが小学校の頃ですか。いや、まあ、いや、それが幼稚園の年長ぐらいかな。幼稚園。そうだ、あのね、この間ね、なんかお袋のこう、お袋と親父が東京来てたわけ、うん、でその時に話、まあ兄貴もちょっと東京来てて、うん、まあ、おふくろの喜寿の祝いみたいのやったの。でその時に喜寿の祝いなんだけど、いやちょっとおふくろ対俺兄貴で紛糾したのが、うん、俺1日50円だったのお小遣い、うんうん、ね、でおふくろは100円あげてたっていうわけよ。違う50円だったの。ね、俺らほら覚えてると。でなぜなら俺も兄貴もここの駄菓子屋に ね50円握りしめて行ってたから、手のひらに50円のあの穴ぽこがこうついてる。確実な記憶、ね、あれは俺も兄貴もね、あの上だけの紋章がついてたと。だから50円なんだって話をしてたわけ、うん、で俺一回ね、なんかこう駄菓子屋でさ、いつもさ、なんかじゃ あのほら、糸引っ張ってほらでかいやつが当たるかなとかって、うん、じゃあまずあれ1個だろ、でベビーカステラ1個で10円だろとかってほら自分なりにこうやりくりして50円 ね、うんうん、でこう買って食べてたわけよ。そしたらここにさ、なんか新発売のなんかこうなんていうの、スナック菓子にチョコレートがコーティングされてるなんかチョコバットみたいなの、あったあった、売ってた、あったあった。でおばちゃんこれ何って言ったら、うんうん、これねホームランっていうのがね、フィールマーケットホームラン当たるって出たら、なんかねサインボールを飾るこういうほら3本バットを立てて、うん、こういうやつね、うん、このバットが当たるんだと、ヒットから4枚だと。あ、そうそうそう、ね、でもうちょっと戻っといて、こっち側手前に持ってもらう。あ、そう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 、あ、これ駄菓子屋だったんだよ。あったんだ、あったんだ。ね、で、そっか、あれは入り口だ。そう、ここがね、おぉ、それでね、そう、チョコバットでヒット4本でこれがもらえる、もらえると。で、うわ、俺今日50円全部使っちゃったと。で、1個20円なのよ。で、これ参ったなと思って、おばちゃんが見てない隙にさ、パッと取って、で、こっから出て、ここの裏に入って、裏に入ってね、で、こうパッと開けて、なんだよ、外れかよと思って食って、でまたこっからこうぐーっと戻って入って、おばちゃんの見てる時にまたパッとパクって、でまたこうこれを10回ぐらい繰り返してたわけね。したらさ、ホームラン出たんだよ10回目ぐらいに。やったーと思って、こっちからこう出て、おばちゃんホームラン出たよって言ったら、あんた買ってないのに出るわけないぞって言われて、やっべーと思って、うるせえパパって言ってダッと逃げた、ね、逃げて、したらほらこっちに行けばいいじゃない、はい、はい、俺んちさっきのこっちだし、はい、はい、ね、こっちに行けばよかったのに俺ここに入っちゃった。袋通し、そう、あの
たから、あ、なるほど、この道になんか癖がついちゃって、こっちに入ったのよ。そしたらおばちゃんも待ちなさいって言って、こっちから入ってきたわけ。で、やべ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 って言って、ブーッと入ったらさ、ほら、見れば分かると思うんだけど、はい、これさ、はい、壁がね、はい、こうなってるわけよ。あ、狭くなってるわけよ。これが、ここの隙間がこうなってるわけ。ここね。だからこう入ってったらさ、俺この辺で身動き取れなかった。ピタッてはまっちゃって。ピタッてなって。あ、やべ、おばちゃんに捕まると思って、こう、ギリギリこう、ガーって振り返ったら、おばちゃんこの辺で挟まれた。おばちゃんの太いから。おばちゃんの方がサイズでけえから。挟まれて、で、マジの話で、二人ともちょっと動けなくなった。ずっと、同じポーズで。すごいな。それでさ、俺もうほら、ちょっと泣き出して、で、おばちゃんも、ちょっと誰かなんて話になってさ、そしたらここ通りかかったおっさんが、なんかね、この辺のブロック塀を何個か外して、なんかドリルでなんかこう、ガガガガガとかってやって、おう、で、二人を救出して、で、まあ、おばちゃん被害者じゃん。で、まあ、俺も犯人じゃん。そうだよ。ね、その犯人と被害者が抱き合ってよかったね。ジャズとはタイのサッカーチームみたいな。でも残ってるよ、残ってますもんね、その時の部屋が。建物は残ってるわ。すごいわ、ここに挟まってる。そうそうそう、で、家帰ってめちゃくちゃ怒られるんだよ。もう街中でほら、あいつらが挟まってるみたいな話になったから。なるほど。で、家帰ったら、あんた何してんのって言って、で、うちの息子がすいませんでしたって、その料金払って